Hôm nay là ngày 11 tháng 8 thứ thứ bây giờ trời mưa to. Hôm nay mưa hai lần hai lần hai cái nhé. Trời này, ám ảnh mưa tới lúc thì ám nó cũng tạm tạ được thế rồi này. Nên là 季節の変わり目なんかね、このハノイの方も夏のこう激しい雨というか、すごい激しい雷じゃん、ね、ちょっとゴロゴロしてるけど、なんかおとなしめだよね。もうちょっと涼しくなってきてるからかな。まあ日本もね、やっぱんくんもは、案外こうもは毎日雨らしいね。せっかくお盆なんだけど、前線がとどまってて、連日雨だっていうような予報で、ね、せっかくの思い出すんだけど、まあ、今年はコロナだったらね、今年もコロナだからね、なかなか出かけにくい状況で、うん、まあね、やっぱでも、お盆休みはね、お盆夏の盛りは、カラッとやっぱ晴れた方がいいよね、どっちにしてもね、コロナとか関係なしでね、うん、ずっと連日雨ってね、梅雨じゃないしね、なんだか。で、そうそうで、私もあれだよね、この前コロナでの、ワクチン、COVID、コア、COVID、モエチン、COVID-19 のワクチンを受けて、có thể hồng tóc khá là cái này chưa sao được hồng tóc hồng tóc よくない副反応ってやつね。でどういうことかっていうとね、1日目は受けた当日はまあ良かったんだけど、そんなね具合悪くなんなかったけど、翌日の午後ぐらいからね、この熱出てきて、ああもう今日はダメだっていう。で、熱覚ましなの、解熱剤なんかばかりなんか飲んで、で、2日目、昨日は熱はなかったけど、どうもやっぱ倦怠感とかね、体だるくて、なかなか仕事どころじゃないっていうのぐだぐだ寝てたのよ、と思うね。で、昨日もまあ、夕方以降は回復したと思っていたんだけど、また3日目、まあ今朝ね、起きたら寝汗をこう、結構、後ろにかいてて。ああ熱っぽかったんだけど、で、なんかね、気分が悪いってのは、息苦しいっていうかね、で、まあ、息苦しいっていうと、血中酸素濃度がどうのこうのってね、そういう報道が出てるから、なんかまあ、コロナの症状みたいな、まあ、ワクチンだからね、直接が出るってことは限らないけど、まあ、その辺の知識はよくわからないからね。こういうの関連してるのがちょっと心配になったりしてる。で、まあ、まあ寝ててもしょうがないしね、もうシャキッととりあえず不安を払拭するためにもシャワー浴びようって言わなきゃわかんないけどね、シャワー浴びて不安が払拭できればね、そんな楽なことはないけど、まあでもね、意外とその行動は良かった。まあ、ちょっと汗ばんでたのにさっぱりしてシャキッとして、まあシャワー浴びたからスッと体もちょっと熱っぽかったのを引いて、で、もうゴロゴロしててもね、しょうがないから仕事しようと今日はね、まあオンラインだけど、仕事してもいろいろこう、会議やったり、オンラインでいつもね、やってたら、まあ気も紛れてね、忙しくやってたら気も紛れて、で、まあその間ね、ちょっと微熱っぽく、こう熱があるなって感じもしたけど、いちいちまあ熱測ったりせずにね、無視して、またスーッとこうスカッとしてね、なんか何回かちょっとこう暑いなって感じもあったけども、無視してスカッとして、あ、ヒーター、スカッ、またちょっと暑いな、またスカッとしたっていうのを何回かあって、もう今は完全に大丈夫かな。もうね、3日目だしね、あんまりグダグダしてもしょうがないし、もうこれで副反応おしまいと、副作用、副反応おしまいということで、蹴りをつけました。
と思います。気がついたと思います。あホテミンフットあ回復なんだっけ、おっしゃった回復しました、うん、まあまあ今口はその辺にしといて、ねシャドウイングやっぱりあのゼロからのベトナム語のやつもある前は結構やってたけど、あれもそろそろ卒業しなきゃって感じで、またねいつかあの戻ればいいんだけど、最近はね YouTube なんかでいろいろ面白い教材も発見してるんで、例えば今日はこれやってみようと思って、うん、これチャンネルのその提供者が無視っていうか、無視って言ったらいいのかな、そのネット用語はよくわからんけど、ダンディ・トニーさんっていう人がやってるこのベトナム語のね、これ結構あのいい作り方なんでね、でこれはまだね聞いてないんだけど、構文マスターっていうので、この構文ごとにトレーニングするような構成になってるみたいだから、ちょっとこれぶっつけ本番で聞きながらシャドウやってみようと思うね。徹底解説、あベトナム語慣用表現構文マスター条件仮定構文条件文っていうやつで、これ聞きながらちょっとやってみよう。もし A であれば B である、まあ、最初に説明があったんで、そこをちょっと飛ばして例文を見ていきましょうというところ。もしお金があれば私は飛行機を買います、내우도이커텐티도이세무안마이바이내우도이커텐티도이세무ムアマイバイ、あ、3回言うところ2回しか言えなかった。まあまあ、ネウ、ティー、ね、もし何々だったらティー、ネウ、ティー、もしハノイに行くなら私はブンチャを食べに行きます。レフィングもそうね、ネウトイディハノイティドイセディアンブンチャネウネウトイディハノイティトイセディアンブンチャブンチャ、2回しか言えない、あの例文は3回言ってたけど追いつけない。3番次、もしタクシーで行くなら大体1時間かかります。Nếu đi bằng taxi thì mất khoảng một tiếng. Nếu đi bằng taxi thì mất khoảng một tiếng. Nếu đi bằng taxi thì mất khoảng một tiếng. À, これは3回言えました、ちゃんと。Nếu thì. 発音はどうかな、ちょっと怪しいね。時間があれば私は映画を見に行くつもりです。Có thời gian thì tôi sẽ đi xem phim. Có thời gian thì tôi sẽ đi xem phim. Có thời gian thì tôi sẽ đi xem phim. これは最初の年が省略してる形の中間の T で何々だったら何々します。次の例文、雨が降れば私たちは遊びに行きません。Trời mưa thì chúng tôi không đi chơi. Trời mưa thì chúng tôi không đi chơi. Trời mưa thì chúng tôi không đi chơi. これも年、最初の年がなしだね。次、6番目。ベトナムに行くなら私はベトナム料理をたくさん食べます。Tôi đi Việt Nam thì tôi sẽ ăn nhiều món ăn Việt. Tôi đi Việt Nam thì tôi sẽ ăn nhiều món
ăn Việt. Tôi đi Việt Nam thì tôi sẽ ăn nhiều món ăn Việt. Việt. 発音が雑だよな、全然ね。スピードを追いつくためにでしょう。もし A だったなら B であった。次の構文ね。うん。ちょっと今止める。はい、次のね。次の構文。もし試験を受けていたら合格していたと思う。仮定だよね。たられば。Nếu mà tham dự kỳ thi, à, không chịu này. Nếu mà tham dự kỳ thi thì tôi nghĩ rằng đã đủ rồi. À, không chịu này. もし彼が社長でなかったら会社は潰れていたと思う。Nếu mà anh không phải là giám đốc thì tôi nghĩ rằng công ty đã phá sản rồi. Nếu mà anh không phải là giám đốc thì tôi nghĩ rằng công ty đã phá sản rồi. Phá sản là hạ sản đúng không? 次、もし留学していなかったら今頃は国で結婚をしていただろう。Nếu mà tôi không đi du lịch thì chắc tầm này tôi đã kết hôn ở trong nước rồi. Nếu mà tôi không đi du học thì chắc tầm này tôi đã kết hôn ở trong nước rồi. Ừ. 次10番。もし試験に合格していたら母はおもちゃを買ってくれていただろう。Nếu mà con thi đỗ thì mẹ đã mua đồ chơi cho con rồi. Chơi cho con rồi. もしあなたと出会っていなかったら私は何をしていたことでしょう。Nếu mà em không gặp anh thì không biết em đã làm những gì nhỉ. Nếu mà em không gặp anh thì không biết em đã làm những gì nhỉ.うん、はい、結構そうだな、ちょっとこれぶつけ本番はあまり良くないかな、なんかついてくるのに精一杯でね、発音がめちゃくちゃだろうから、ちょっとこれはしばらく聞き込んで自分でもね、口ずさんで意味を理解した上でやった方がいい、シャドウになったらね、うん。